さて、ちょっとドキッとする話なんですが、将来あなたの住む街はありますか？今日東京で開かれたシンポジウムです。消滅可能性自治体ですが、これは全体とすると744ということでございますが、あなたの住む街が人口が減って将来消えてしまうかもしれない、そんな衝撃的なレポートが公表されました。ひと掘り。報告書をまとめたのは民間の有識者らで作る人口戦略会議。2020年から50年までの30年間で子どもを産む中心の世代となる20歳から39歳の女性が半数以下になる市町村を消滅可能性があるとしました。その数全国で744の自治体、そのおよそ6分の1、117が道内の市町村です。一体どの町が消滅する可能性があるのでしょうか？消滅ですか？びっくりです。なんかそのね、ふるさともなるなるというそんなイメージで。人口の減少が止まらない北海道、10年前に公表された消滅可能性都市のリストと比べ見えてきた未来とは。まずこの人口戦略会議が今日公表した消滅可能性自治体、地図にまとめみるとこういうことになります。赤い部分ということになるんですが、2050年までの30年間、子どもを産む視力の年齢ということですよね。20歳から39歳の女性の人口が、未来で何もしなければってことですね。対策を何もしなければ、50% 以上減るだろうという、半分以上減ってしまうぞ。それがこの赤い自治体ということになりますが、こう見ると十勝地方はね、なんか白が多いなっていうところと、道東の酪農地帯の、別海とかこの辺りも中標津、札幌近郊とかもね、そうですよね、該当していないかなという感じもします、こういう将来になっちゃうかもよ、可能性があるよということですけども、十勝、札幌近郊などを除いて多くの自治体がこう消滅可能性があるという結果です。矢部さん、まずこの結果見てどうでしょうか？僕、札幌で幼稚園運営していますが、それでもやっぱり年々入園者数って減ってきてるなって実感あるんですけれども、地方はなおさだらうなと思うんですが、ただ全国744分の北海道117でしたっけ、割合は高いなという印象がありますよね。どうしても自治体の数が北海道多いのでね、ちょっと そこは数字の部分ではどうしても大きくなっちゃうというところあるのかもしれませんけども、これ道内の中でいうと、大体道内の市町村179のうちので考えると6割以上が該当しているということにもなりますので、それを聞くと、やはり多いなと感じるのは、ありますよね。で、実はですけども、10年前ですね、2014年にも同様の分析が発表されていたということですね。これです。その時の資料から、これは HBC がまとめた全国ワースト5の自治体ということですね。で、4位5位見るとですね、北海道道南の奥尻町、木古内町が入っているんですけれども、これ前回の発表からちょうど10年が経ちました。この間にどんな変化があったんでしょうか。木古内町を取材しました。190年以上続く豊漁豊作を願う伝統の神事、寒中みそぎの町、道南の木古内町です。10年前の報告書では全国ワースト5位、20歳から39歳の女性の人口の減少率は30年間で 86.5% と予測されました。消滅可能性都市っていう名前もそうですけど、その中でも上位に入ったっていうのはやっぱり結構ショックな出来事でしたね。報告書発表の2年後には北海道新幹線が開業、駅前に誕生した道の駅の効果もあり、町には開業前の10倍、年間およそ62万人の観光客が訪れました。一方で2014年に4743人だった人口は今年3591人、 25% も減りました。今木古内町が力を入れているのが移住と定住の促進です。
新しくお家を建てる方、そして新しくお家を購入される方、中古でもこちら大丈夫になってまして、そういう方々に、最低100万円から最大600万円まで町の方で補助を出しております。おととしから町内でマイホームを取得する人には100万円、町外からの移住や子育て世帯にはさらに100万円を上乗せするなど、最大で600万円が補助されます。この2年間で27世帯が制度を利用し、半数は町外からの移住です。さらに新幹線木古内駅から徒歩10分の場所にある 2LDK のこの家で移住体験もできます。おお、いや広いんですね、はい、このお家家具家電全部ついてるお家になってまして、まあ、冷蔵庫はじめ電子レンジもそうですし、炊飯器もでポットも全部備え付けで、本当にもう身一つでこちら来ていただいて木古内町での暮らしを体験できるという住宅になっています。期間は1週間から1ヶ月、夏場は光熱費込みで1泊1500円です。三重県から体験に訪れた男性は、荷物一つ服一つでこっちに来て体験すごいできるので、それすごいありがたい取り組みだと思ってます、はい、暮らすだけではなくて職業体験とか、そういうのがあればより住みたいなとかっていう思いは出てくるのかなと思いますね。木古内では何ができるのかみたいなところをですね、感じていらっしゃる方が多いかなと思いますので、木古内はどういった特色といいますか魅力を出していけるかなっていうのは、これからもチャレンジしていかなきゃいけないかなと思ってますね。町を消滅させないための模索が続いています。はい、というように木古内町、いろんな取り組みしている一方でですね、今回発表された中でもね、消滅可能性自治体からは脱却できていないという状況なんですね。じゃあなぜなかなか人口増えてこないのかというところで、観光まちづくりが専門、北海商科大学の池ノ上教授はこう話しています。まず一つ理由として、近隣の都市から人口を奪い返そうにも近くの函館にそもそも奪い返す人口がいないということ、それから人口減少後の社会や都市環境をどう作り直すか、対策することが重要だというふうに話しています。この都市環境というのは、例えばこうコンパクトな街づくりとか、そういったことになりますね、これね。平野さんはまさに移住体験というか、移住してきたという立場ですけど、どうですかね。そうですね、僕は東京から移住してきたっていう形になりますけど、東京はまだたくさん人がいるので、東京からやっぱり分散していくっていうのが、本当は理想ではあるなとは思っていますと。ただやっぱり どちらにしても日本は人口が減るので、そもそも仕組み構造、これをやっぱり変えていくっていう方が、今は大事なんじゃないかなと思いますね。都会からもしくは地域の中核都市から人口多いところからうちにこう人を奪うようなことをしたとしても、将来的には全部少なくなっていくので、だから最後ちょっと悩ましい話を、自治体の方も言ってましたけど、どうやったら地域の持続可能になるかはもう各地域のある意味オリジナルというか、そういうことを模索していくってことになるんですかね。多分そうなると思いますね。